恐ろしい折り方、一体どうなっちゃうの。ナピャー、ああ出た。お、アクションゲーム始まる。ここに来て。ええわ、それでも構わんよ。あ、トコトコ相撲かこれ。これトコトコ相撲じゃね。どうだ、折り紙は折り方によってどこまでも強くなれるのだ。ペラペラな奴らなど蹴散らしてくれろ。ふん、蹴散らせたとやれるもんならやってみろ。ちょっとでかくなったから、なんだ、我が輩が相手だ。クッパさん、ちょっと待って。子はかっこよかったけど、そのままのペラペラじゃね。本当に蹴散らされちゃう。折り紙の力が溢れてる今だったら私にもできるかも。折りますわよ。すげえ。いや、かっこいい。おー、すごい。ガハー、いいぞ、折り紙娘。さあ、折りよ。これでハンデなし、真剣勝負で行くぞ。トコトコ相撲。トコ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 。ぐぬぬ、こいつ結構やるな。我が輩だけで押し切れるか。お。あ、ほら。周りに神の手の魔法陣がいっぱいありますわよ。神の手で地面をバンバン叩いたら、おお、なるほどね。ここね。なるほどね。さするか、これでも食らえ。痛い。間違えた。クッパこっちか。頑張れ。腕いかれる。痛い。よいしょ。腕痛い。腕持っていかれる。腕おかしくする。腕おかしくする。痛い。腕いかれる。腕いかれる。痛い。まして、あいつ。行かれる。ちょ、マジ全然終わらんやん。おお、よいしょよいしょ。え、これマジいつだと思うの。腕つる。ペラペラのくせにやるな。ならば、いでよ我が忍べ。忍べ。大きな子、こんなのが落ちてきた。どうすんだ。やば。よし。なるほどね。ちょ、マジで。どっすーん。はい。
はい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 痛い手裏剣うざすぎる。よいしょ。ちょっとだけになってマジで。よいしょ。めんねや。小作団、勝負はまだ終わってない。また。よし。ペラペラのど根性を思い知れ。いけ。うわー。アニメ、あんなねペラペラの人たちを恨んでいたなんて、こんな最後は残念ですわ。最後なのか？あ、危な。クッパ。おのれもウィルさんひねり潰してやる。アニメ大きすぎ、もうこんなん止められない。は。そうですわ、折り紙職人さんからもらったあれがありましたわ。お、何？おお、すごい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 。何これ？魔法陣だと、今更そんなもんを出してどうしようってなんだ。えい、こざかしいこんなもん。お、すげえ展開。最後にそれすんの。ちょ、早い早い早い。危ない。むずっ。ちょっと待って。さすがにむずすぎない？それ。危ない。ちょっと待って。ちょ、普通にむ、え、ちょっと待って。むずすぎない？いくらなんでも。おい、ちょっと待って、じゃあ、え、無理やねんけど、そんなボロボロ。じゃあ、じゃあ無理やって、普通に。いや、無理やって。いや、いくらなんでもバラバラすぎるって。これで死ぬの？いや、むちゃ。ちょっと待って。いやー、むずいわ、それは。いや。
と待って。いや、むずいって。でもなんか、そんなにいじられてない。急に優しくなったな。落ち着いて。なんか急に優しくなって、急にぬるげになってんけど。え、なんか違うな。なんか違う。早すぎた。ちょ早い。これめっちゃむずいねんけど。あとでも入れ替えるだけか。あ、やすぎた。こうか。めっちゃ簡単やった。押してん押してん押してん。回復したい、回復したいよ、回復したいよ。体力10人しかない。もうおまけやで、正直。最後の下面の下のパズル、最初むずすぎる。いや、普通に考えて無理な設計やったやろ。ハンマー、最後の最後にグングニルのハンマーみたいな、トールのハンマー。目覚まして。はい、うい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 。起きろ、もうマジで。あ、目落ちされてる。アニメごめんなさい、こんなにボロボロに。
思いきりやりすぎちゃったかも。オリビア、気持ちのこもったいいハンマーだった。おかげで目が覚めてよ。私は折り紙としての誇りにこだわるあまり、心まで折れ曲がってしまってたようだ。あ、これは。うん、それはおそらくあのキノピオが私に、神に書いたメモだ。あの愚かな、私に似つかわしいどんなことが書いてある。最後にそれを読んで笑わせてくれ。わかりました。かっこよくて、心の優しい、素敵な王様になりますように。これはメモなんかじゃないですわ。折り紙職人さんが姉上を折る紙に書いた心のこもったメッセージ。ふ。ははは。素敵な王様か。職人さんはこの私を心込めて一生懸命折ってくれたんだな。そうとは知らず、私は取り返しのつかないひどいことをしてしまった。マリオは死にかけです。罪のないピーチ姫や、マリオくんまで巻き込んでしまい申し訳なかった。オリビア、私の折った千羽鶴をお前に託そう。お前の手でこの私を千羽目の鶴に折り、千羽鶴を完成させてくれ。そして優しい心を持つ折り紙のお前の願いを叶えるんだ。それが私にできるせめてもの罪滅ぼしになるだろう。頼んだぞ、オリビア。兄上、マリオさん、私鶴の折り方わかりません。なん、来た、ここでまさかの来た、折り紙職人さん来た。兄さん、折り紙職人さんを連れてきたよ。なんでよ、あれ、千羽鶴？うん。あんな難しそうな折り方してたくせに、鶴の折り方はわからねえな。よくできたね。これで千羽鶴は完成だ。さあ、オリビア。君が叶えたいことをお願いして。はい、私の願いは千羽鶴さん、お願いします。アニメが折った折り紙を全部元に戻して。すげえ、なんか壮大やな、思ってた以上に。いや、なんかすげえな、役者ちゃんと作っ、いやストーリーす、いや、すごいな、どうしてこうなった。緑の部分はどこから出てきた。ピーチ、あら、みんな揃ってどうしたの。ピーチ姫、元に戻ったんでよかった。オリビアは、あれ、オリビアは、え、オリビアは、え、
降りるよ。え、オリビアは？おられたものが元に戻って本当に良かったです。キノピオタウンも折り紙祭りで大盛り上がりですよ。みんなとても楽しみしてたからきっと大喜びでしょうね。え、オリビアは？楽しそう。グッパも楽しそう。出た、あいつら。掃除してるし、また。ワンワンもおる。出た、船乗り。出た、キラキラキラ光らせるやつ。あいつらね。みんな来て、あ、キャサリーもおるし。あ、出た、大江戸村のやつらもおる。あ、出た、隊長もおる。先生か。謎のボム、あと、DJ もおる。で、あ、マルさん、ピーチ、ジ姫、ついに完成しましたよ。あ、さっきのお城。折り紙たちが平和に暮らす折り紙王国の折り紙城です。マリオ、私を助けてくれた折り紙の子を思い出してるの？え？こうして平和が戻ったのもオリビアちゃんのおかげなのね。え？オリビアちゃんは？オリビアは私と。からも元の姿に申し訳ない。俺を知らなくても。え？オリビア？さあ、いよいよ祭りのフィナーレですよ。え？折り紙に感謝を込めてありがとう。あ、あのブーツの船もあった。ブーツの乗り物もあった。DJ ブーツもちゃんとあるし。オリビアは？え？さよならしたの？うそやん。こんなことある？お別れエンド？お前ボムヘ、ふさ、うわ、そう、すげえ。ねえ、そうなんや。やぼ、元に戻して終わったんか。あ、そういうこと。あ、お兄様に終わられたものを直してくれって言ったから、オリビアも お兄様におられた存在からなくなったってことか。そういうこと。なんかそんなこと言ったら直してほしいんだが、お兄様がなんかやったもの直してほしいみたいに言ったから、つまり自分もそれに含まれてるから、そういう話？なん？いやー、まあ、なんか、その、ボム兵のところから なんとなく備えを感じたけど、いやー、なんか、いいなー。いや、これで、心置きなく、ペーパーマリオ RPG できますね。まあ、この動画は多分、発売する1週間前ぐらいに投稿されてるのかなと思うんですけど、出た、川下り。川下りもおもろかったよな。あ、大江戸村や、ここな。だと思うんですけど、多分、まあ、どうなんやろ。多分、13日とか15日ぐらいじゃない？この動画って。ぐらいだと思うので、まあ、ちょうど1週間後に発売するので、まあ、発売日は多分さすがに投稿できないけど、次の日ぐらいから多分投稿してると思うんでね。まあ、2日に1本か1日に1本みたいなペースでね、やっていこうかなと思います。まあ、その、ペーパーマリオ RPG に関しては、ストーリーは僕は逆に知ってるんで、まあ、このどれぐらいのスパンでやっていったら、どれぐらいのペースでっていう感覚はつかめると思うので、まあまあまあ、なるべく毎日したいなと思うけど、ちょっとまあ、2日に1本、1本かなと思いつつね、っていう状況なんで、お、出た。砂漠ね。砂漠自体はなかなか難かったな。なんかね、難かったけど。いや、曲が良かったな。曲めっちゃ良かったな。
出たこのここな DJ がおったところな。いやまあそのなんだろうな、折り紙キングに関してはね評価が高かったっていうところもあったから、どうなんねえろどうなんねえろってずっと思ってたけど、ほんまにいいゲームなんかって疑問はとても強かったけど、実際いやいいゲームやなちょうどよく出た温泉な、温泉も良かったわ。このクッパたちと最後合流して最後の最後まで一緒に乗って、それが良かったわ。なんかまあやり込み要素もね結構まだまだあるしな。あ、折り紙ね。お別れエンドか、オリビアとは。まあルイージは結局何がしたかったかよう分からんけどグッドグッドボタンいや神ゲーでした、神ゲーですね。お、日の出、どんなまっすぐな道やねここそんなまっすぐな道ある？任天堂&インターインテリジェントシステム、はい、いやーいいゲームやったな、とにかくとにかく。これはどんな感じ？なんかセーブ地点的にどういう感じだろう。一部のギャラリーのエリアが増えました。ほう。わかんす。ああ、なるほどね。まあだから、そうか。なんだろうな。ペーパーマリオ RPG とか、あまりこう、ゴリゴリネタバレになるけど、そうか。ゼノブレとかもそうやし、他の、ドラクエはちゃうか。他のゲームとかでよくある、最後。最後のボス手前でセーブされて、だから状態としては最後のボス手前の中身でやるけど、みたいなことか。そういう感じか。いや、まあまあ、しゃあないか。しゃあない。それはまあしゃあないか。この状態になるのはしゃあないか。いやでも、これで無事にクリアできましたね。これがね、結構いろんなの見れるんでね、一個開けてみる。こう、資料が見れると。設定資料みたいな。これすごいね。こういうね、設定資料はこうで、みたいな。が見れたりね、いろいろと増えてるのかな。はい。まあ、ということでね。こちらがね、ペーパーマリオ、折り紙キングでした。いやー、いいゲームでした。神ゲーでしたね。まあまあ、これからね、収集要素とかがいろいろありますけれどもね。まあ、動画としてはこれで、以上となります。今までね、ご視聴いただき、ありがとうございました。はい。まあ、続きとしてはね、次のゲームとしては、ペーパーマリオ RPG になるので、ちょっと、一週間だけ間空くかもしれないです。はい。なので、ちょっと毎日投稿になる、ちょっと今までね、その2日に1本の動画だったんですけども、ちょっと一週間だけ間空いて、その期間は何かはあげるかもしれないけど、ちょっとまあ毎日じゃなくなるかもしれないし、っていうところはあるんですけども、まあね、23日のペーパーマリオ RPG 発売以降はね、またいつも通り2日に1本か1日1本のペースでね、動画を上げていきます。ペーパーマリオ RPG をやっていきたいと思いますのでね、それの前にね、無事に終わることができて、本当に良かったと思います。はい。ということで、ありがとうございました。